どうもやすらてみなやすです。そしてブレイクスルーゴルフチームの山形さんでございます。本日もですね、まあ全体のプロジェクト的には、3回目の、レッスンというか3回目のカリキュラムになります。で、最初に体のこと、山形さんに教えていただいて、次は、3人全員に、スイングを見ていただいて、で今日に至るということなんですけど、今日もね、ちょっとこの体のことに関しては結構こうその都度かなり僕の個人的なその体の動きに基づいた情報になることが多いんで、最初からカメラは回してないんですけど、ちょっと次回から回そうかなって思ったぐらい今日は結構なんか衝撃的な内容があったので、まあどのみちまとめはね撮ろうかと思ってたんですけど、皆さんにお伝えしていきたいと思います。で今日ちょっと今カメラたまたま安岡さんが来られたんでちょっとやっていただいてます。一回クルンとしていただいて自分映してもらっていいですか。はい。ということで、これすごい、悩みながらまた話してしまうんですけど、今回やっていただいたことの、最初の取っかかりは、ちょっと前回のレッスンを踏まえて、なんかこう、気になってるところ、難しかったところ、なんか分かんないところありますかっていう話だったんです。で、要は、バックスイングの時に、ダウンスイングもそうなっていう話が前回あったんですけど、こういうサムネの、なんかこれと山形さんが2人いる感じのサムネの回の時に話されてたことなんですけど、この感じで押していただいて、こうなんか押せてるかみたいなのが、あと今押せてます？はい、大丈夫です。で、これが分からなかったです、正直。で、そのスイングする感じに落とし込むことも正直わからないし、で、なんかそれを意識してグッて引いたら、すごいなんかシャットのまんまこう帰ってきて、もう左にパキンっていくみたいな。僕は動画、ファンキークレイジーゴルフの、はるちゃんと一緒に回ってる動画がちょうど今上がってると思うんですけど、あれはそのレッスンの割と直後に回ってるんですよ。で、いきなり一発目バーンって左行って、んってなってるんですけど、で、あの時もずっと意識しながらやってて、で、結局、それが落とし込めてなかったんで、正直うまくいかなかった部分もあったんですけど、そう、で、それを今日聞きました。で、結局、じゃあ僕の前回の元々の状況をちょっとじゃあ押してもらってもいいですか、はい、が、要はこれがもう抜けちゃってこう行ってしまう、その、これね、ちょっと誰かに、そこそこな力で押してもらいながら、ちょっとお友達とかゴルフ仲間の方とか、ご家族の方にこう押してもらって、ちょっとやってみると分かると思うんですけど、この押された状態でそもそもこう押していくのって、めっちゃ難しいんですよ。すごい伝わってますね。で、これを僕に感覚として落とし込むために、いろんな方向からその表現してもらったっていうのが今日なんですけど、まず、何やりましたっけ？その、要は押す、こことここで支えてもらって、はい、そう、まず僕は、要は、なんていうか、こういう感じになっちゃってたわけですよね、極端に言うと。第一に、これ3段階ぐらいあるんで、いろいろ、その、揉むところもあるんですけど、はい、簡単に言うと、まずこうやった時に横移動しようと思ったら、一番最初は大体はここだけ突っ込んでくる方がほとんどです。そうです。なので、こういうふうに、もう浮いてしまう。で、もう一つは、このまま押そうと思っても、自分が浮いてしまう。ああ、はいはいはい。俺もそんな感じだったんですよ。もう忘れちゃってるんですけど、数十分前の話なんで。最後それを経て、いろんな表現していただいて、僕の場合は、なんかもう、こう進んで、ちょっとこう、一回こういう感じの、なんか動きを教えていただいたら、結構感覚近づいてきて、で、そこからそれをこうなんか繰り返しやってたら、その感じが出て、今押されても、本当に。いや、もうしっかり、はい、伝わった。もう、すぐ分かったんですね。はい。ようになったんですよ。ここ、ちょっとだけ話してもいいですか？はい。それって、結構、やっぱみんなに当てはまるんですか？要は、力の
こう方向の話もちょっと入ってるね、うん、ちょっとこういう横方向だとか回転じゃなくてちょっと要はスウェーとは何かっていう理解とその力を伝えるときに一番多い例は今言った例で簡単に言うと上と下がやっぱ分離してしまうんですよ、一つになって一箇所にかけるっていうこと自体がまずその理解ができてないと、まあこれが後にというかバックスイングの指導の時にクラブに最初にエネルギーをかけるっていうことがどういうことかっていう説明の紐解きとしてやらせていただきました。そうなんです、はい、ほとんどの人できないですからね、これ。いや、できない、本当にこれだから取っときゃよかったと思って本当もうこんなになってたんですよ。もう要はでここはこう進めるしこっちもこうやって押せるんだけどなんか一緒に進めないみたいな、そこが全くつながらなくて、でなんかこうこういう動きとか、まあ、いろんなこう試行錯誤して教えてもらったら、まあ、なんとか、まあ、一応その感じはつかめたというか、まあ、正直感覚的にはかなりもうできるようになったなっていうふうに思ってるんですけど、うん、できてますね今ね。そうで、はい、いやだってこのなんかいろんな今まで感じたことのないその力の流れが結構駆け巡るんですよ。で地面に対しての感触も全然変わってくるし、でその上でその指導の話になるんですけど、ちょっとこれあるんですけどね、じゃあちょっとこっちの方から撮ってもらっていいですか。これちょっとさらっとじゃああんまり話してるとすごい深い話になっちゃう。そうですね。これでも前回そのラウンジレンジのレッスンの時に八木橋さんも押してもらって、はい、やってました。でこうなんか押してもらってるのをこうグググって押す、ここをねこう指で押していただいて、そうですね、そうそうそう、でこれを押してみて、これでっていうので僕は結構こうなってこうなんか押せなかったんですよ。でも結局そこでこういかにこうなんか指導のこれね見る人が見てくれたら今の僕の感じもめちゃめちゃあのもう力のかかり方が全部違います。でこれをできるようになるためにさっきのこう肩でこう押す感じが肩でもう全体で押す感じがつかめることが必要だったんです。でこの指導は何のために必要かっていうと、要は僕の元々のスイングってこういうなんかこういわゆる抜けたスイングだったわけですよ。でこれがその最初山形さんが前回のレッスンで見ていただいた時に浮いてますねってすごいもうまずそれがもう全部浮いちゃってますねみたいな、俺何言われてるのか分かんなくて、でこれ伝わんないと思うんだけどでもこれちょっとこういう話してたなって思ってもらえたら今後のブレイクスルーゴルフのプロジェクトの中で全てつながってくると思うんで、あの要は周期とかで、まあ、重心とかっていうのも情報として皆さんお持ちの方多いと思うんですけど、じゃあその周期とかその重心をこう僕の感覚で言いますよ、支えるとかなんかこう維持するとか、まあ、周期でこう振るみたいなののその原点にあるのはそのエネルギーであり遠心力だなって思いました。で要はそれが発生してないとおそらく、まあ、周期はあるんですけど、そのなんか僕らが管理するべきその重心とか周期がなんか発生しないんだなっていうふうに思いました。ちょっと一人じゃ不安になっちゃう。まあ振るのかな。でもそういう認識でいいと思いますし、すね、そもそもそれを説明するっていうことが難しいと思うので、めちゃめちゃ僕ただ無理だなって思う。単純に言うとそれを味わった人からすると、そう。必ず分かることですね。そうなんですよ。という。だからね、これをいつか動画越しで皆さんに伝えたいって思いがありつつ、本当に受けたい方はね、ぜひね、あの、八木橋さんとか、この皆さんにちょっと DM していただいて、あの、レッスンちょっと申し込んでいただければと思いますけど、本当にね、で、今その、いろんな表現していただいたんですよ。で、その、じゃあ100メートル走とかで、こう、クラウチングスタートとかするときに、要は、で、ここ、普通、まあ、要はこうやって、こうやってなんかスタートしてますよねみたいな話で、そのここでバーンって行くからその結局そこで勢いづくエネルギーが発生してっていうことじゃないですか。で要は理想だったらじゃあ5メーター10メーター手前からバーンって走ってきた人で同時にスタートした時にそれに勝てるかみたいな話で、で要はそこのエネルギーは要は
まあじゃあこっちから指導したりしたらなんかできるかもしれないけど、ここから基本的に指導するって考えた時に、ここで要はクラウチングスタートみたいな状態を作れないと、クラブはそのまあ最適な動きをしてくれないというか難しいっていうことですよね。なのでその結果的にね、まあ、じゃあこれをできるようになるということはもうとにかく重要であり、その上で僕がこう今日のあれを感じて 100% 伝えられるとは思ってないですけど、何を感じたかっていうと、この時点で の, なんかそのポジションと か, そのなんかを管理するのはもう不可能です、逆に言うと。で、もう要は行ったものをそれでもう返して行ったらもう返してこなきゃいけないん で, でこれがだからね、俺初めて、なんかよく言うじゃないですか、こうやってでこのもう切り返す前に下行ってないといけないよみたいな、これゆっくりやってやるのクソ抜いてるから多分不可能なんですよ。でもこっちが引っ張られ、本当に引っ張られてたら勝手にねこうなるんですよ。だから僕のなんかこのスイングレッスさっきの教えていただいてる時にパンってやったやつの映像あるんで、ちょっと差し込んでおきますね。それすごい、もう見たことないぐらいこういうなんか状態になってる映像があるんで、それちょっといい動きでしたね、あれ。あれすごい僕がやったことない動きをでもやってる感じしないんですよ。ただその耐えてるだけっていうか、エネルギーに やらされてます、やらされてるだけなんで、でもめちゃめちゃいい動きに、僕が見ても自分で見てもえってなるぐらいいい動きになってるんで、やっぱそういうことだから、ね、こう形のねここでこうとか、だからでこれ最初に戻るんですけど、こう勢いでなんかシャットに上がっちゃうとかっていう、そのなんか悩みは別にもう吹っ飛ぶわけですよ。あ、関係ねえわみたいな、ていうかもうむしろその制御できないから、だから結果的にクラブが動きたい動きをしてくれるというか、で俺らはそれに耐えて、まあ、やらされてみたいな、最大のエネルギーのところでこう球を打つみたいな話、ちょっと本当にどれぐらい伝えられたかわからないんですけど、とにかく指導でエネルギーを出さないと、多分皆さんがいろんなところで聞いたりしてるこう最新の情報とか、なんかやりたい動きとかって、その性のものに対して説明してるあれじゃない、前提が違う可能性があるから、ぜひね、なんかこの動きやりたいんだけどね、なんかこうみたいな言ってる方すごくたくさんいらっしゃると思うんですけど、まずそのエネルギーがそのクラブに発生というか伝わってないと、これもうできない可能性がある。だからもうこれ何ですか、まあ、もう見えてる現象と起きてる現象が違うってことです。そう、はい、で結果っすよ、めちゃくちゃ引っ張られてるんだけど、僕のも自分で見てもそんな風には見えないですよ。要は自分のスイングをめちゃくちゃ引っ張られてたのになって思って、自分のその時のスイング見てもそんな頑張って耐えてるようにも見えないんですよ。だから結局多分そういうところで、だからそれはこれね感じないとわからないんだけど、まあでもこうなんか押してもらってこう押し返すのとかちょっとやってみたらすごく難しいから、でそれをこうバックスイングにこうなんか生かす感じで、そうするとすごい足が踏めてる感じがめっちゃ出てくるんで、なんかそういうのを大丈夫ですか、ここまで。いやー、もうものすごい理解だと思います。理解してます。これはやっぱり素晴らしいです。さっき言ったように見えない部分なんで、そのエネルギーとかなんで、やっぱ動画だと伝わりにくいですけど、さっき言ったように分かる人が見たら、あ、めちゃくちゃ踏めてるっていうのが、そうそう、だからぜひ、ね、見えてくる。そう思っていただけたらと思います。僕は今日でまたガラリと変わって、また一歩進めた気がしたんで、いや前回のねレッスン、これもまあ内容こんな感じです。で一応僕のそのプロジェクトの進捗を話すと、はるちゃんと回った時結局7級だったかな。でまあ別にあれスコア取りとしてはいないと採用してるわけじゃないですけど、まあでも70代で回って、でその後イベントで回って、僕インスタでも前半上げたんですけど、前半1アンダーで、でまあ別にイベントだからそのすごいガッ全部に集中ってわけではないんだけど、で後半まあ4オーバーでトータル3オーバーでまあ75だったんです。まあ一応目標とする平均値のスコア出せて、最近にしてはその時も多くのフルバックからやって、あんまりね最近やっぱその何ていうんですか、70代前半半ばって出せてなかったんで、だからあ
良くなってるなって思いながら、もちろんいろいろ噛み合った部分もあると思うんですけど、なんかそういう風に、まあ前進はできてると。でこれの僕礎に今こうなんかなりつつあるのが、まあ、さっきも言っていただいたんですけど、あの体感チャレンジですね。僕が毎日動画とかインスタでも上げてる、あの毎日僕3分間やってるんですよ。であれね、ぜひ一緒にやっていただきたい。多分あれやってるから、さっき安岡さんも言っていただいたんですけど、この持ってかれるのに耐えられてるんですよ。だからこれやってもうできこんな出力しちゃできないじゃんみたいな、揺れちゃうじゃんって思う方はそのトレーニングやったらできるんだ。1日3分だけなんで2分でいいかもしれないですね。そうそう、あの初の、うん、あの弱い方は全然、うん、そうですね、まあ、きつかったらね、10秒ごとで全然いいと思いますし、うん、できるんであれば、うん、20秒でもまあいいのかなっていうところで僕はその15秒でやってます。そう、1個ね、1個15秒、1項目で、その12個で3分ってやってるんですけど、まあ僕全部動画上げてるんで、ちょっとアングルがもうクソみたいなアングルで上げてて何やってるか分かんないのが多いんですけど、ちょ自分で撮るとあれが限界でして、あのでたまにね、山形さんとかちょっと家族に撮ってもらったりしてやってるんで、ぜひちょっと見て一緒にやりましょう。それやってこの動画をもうくまなく見ていれば、まあ同等に近い効果をもしかしたら得られるかもしれないんで、でかつこの間もっとより深く、そしてより早くその効果を体感したいとかっていう人はもう本当レッスン申し込んでください。でまあいろんな条件とか説明してもらえると思うんで、あ、ちょっとあと1個だけ言っていいですか。これ今日のあれをやった上でマジで思ったのは、ヤギ橋バンド最強だなって思いました。ヤギ橋ベルトバンドバンドバンド、あれマジすごいわって改めて思いましたね。あれあれってマジであれつけて連続素振り鬼のようにしてたらマジなんか全て身につくって思って、ワンチャン終わりっすね。終わりっすね。いや本当にその多分ヤツさんが踏める感覚が身についた上であるベルトつけると全然違う。確かに確かにそうっすね。でもやっぱりその道具で 100% 事象として起こるようには作ってあるんです、はあ、ただしやっぱその知識を持った上でやるのかどうかっていうのはやっぱりさらに何倍もそのスピードだったりその効力も違うので、まあもちろんその使ってやっていただきたい部分はあるんですが、まあ、まあ、できるだけ理解もそうですねしつつやっていただくと最大にいい身が出るのかなと思うので、結構神がかり的な、まあ、道具だってことが僕は分かりました。いやあれ結構ね、しかも あの本当強度とかが多分普通に売ってないものを使ってるんで、だからあれ、ね、いやあんななんかバンド巻いときゃいいじゃんって思うかもしれないですけど全然足んないです。あのこうやっててスイングして持ってかれたりしないでしょ普通のゴムバンドは。多分だから伸びちゃうからそういうのがないんで、ぜひね、それを買ってくださいっていう動画ではないんですけど、買ってください。あれもまあじゃああの、いやまあ買ってもらえたらね僕もなんか嬉しいんですけどあれはでも本当ね持っといて損はないと思うんで、だからもう、いや何言ってるかわかんねえみたいな人もとりあえずあれ巻いてガシッと巻いてこう連続素振りを本当にやってみたらなんか感覚つかめると思うんで、はい、ぜひちょっとそんな感じでちょっとねお願いします。結局最後ヤギ橋バンドに宣伝していただいて収束するっていう流れが、はい、ありがとうございます。あれがでもそれだけすごいものなんで、はい、ということでした。ちょっとどれぐらい伝えられたかわかんないんですけど、まあでもとにかく出せる情報は僕はちょっと出させていただくっていうことで今回プロジェクトやってますんで、で次回もね、割と直近で次は安岡さんからのレッスンをしていただくっていうことで、またすぐ流れると思いますんで、ぜひちょっとそちらも楽しみにしていただいて、このねブレイクスループロジェクト本当にただただ僕が本当に上手くなりたいっていう思いに賛同していただいたブレイクスルーゴルフの皆さんと前に進んでいるっていう話なんでね、ぜひ皆さんも一緒に進んでいっていただけたらと、思います。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。バイバイ。体感